Quero arrancar um crédito. É um culto. Arrancar um culto. Eu quero que eu não まあそういうことの検証もありますけれども、はっきりわからないところは担保か、ダメならば見ろかけないのか、それともいろんな回路が壊れてるからこういうためになっているのか、そういうことになる。それは簡単としているの、あの二つの手段、カーンとですね、カーンと直したっても同じ、それが別のところにあると思います。これはこの方は全て作りました。これは簡単です。入院の影響についてもあれはなく、社員子または説明しませんか、ご参考になれば幸いと思います。本当に見てください。著作権含まれておりますので、音声をオフにしております。
ホイールドナ、酸素強いアルミの機能を生かしたタイヤと一体化した切れ味のいいフットワークを生み出すドナ、この立ち方の輝き、ブリヂストンのアルミホイールドナ、この選手どうですかね、日本選手必要されたかったのね、まだどうですか、なんとなくじゃあ、おかげさんの時に CM を進んだの前に何回もね、パッとはつけたわけだね、そうですね、あの、目立って出したり方がないんです、何度もエッセンしてると思うのに、何度もね、で、目立ってよかったからね、本当に良かったね、あったかに良かったんですよ、ね、どんな可能性を考えていきましょう、もちろんそれが今おっしゃったように、その間にお芝居もなして、稽古もなして、大変な、あれでしょ、公演もなしたわけだから。そうなんですね。感動して食べたい。さすがの浜宮さんも、これはもう感動しているわけですね。メインディッシュの2皿目はトレゾーチン熊の手のひら、中国料理の中でも最高の珍品とされております。熊の手のひらばかりではなく、味付けに6種類の珍しい野鳥の肉が添えてあります。つぐみとか、ミミズとか。この方が日本女優、ワン・メイケン。これは、ドーダベの炒め物、例のキャビアのオヤビアです。ドーダベか、あ、そうだ、これだ。これだね。これは大変だ。あったくなる。さて、いやらしく白い毛に覆われてきましたのが、小豚の丸焼きなんですけどね、なんとこれは皮しか食べない。これがオードブルデザートを除いたメインディッシュの5品目。香りを逃がさないよう紙で包んで、鰻の部分でこってりとした煮込みでありますね。続いて鹿の肉の油炒めも、庄司さんならぬ庄肉、シャキシャキに変わって満腹満腹と大歓迎。食の素晴らしさも
純粋のスッポン。中にも日本でも珍重されるスッポン料理。これでめでたくメインディッシュが出そうになりました。こちらはこう、どうしてもらえない。うん、私なんか、あの、全部、決めて書くのも、いいのも。そうですけど、もう、キャラは、もう、ペチャーの、
そのことは分かりますでしょうか。はい、コメントくださいのでよろしくお願いいたします。